はい、皆さんこんにちは、丸さんです。はい、なんでたこ焼きなんだろう。はい、丸さんのマガジンマガジンということで、雑誌を、ね、もう気に入った雑誌を買ってきちゃうんですが、今回紹介するのは、はい、すいません買っちゃいました、まだ。いや、本当面白いですよ、この絵。抽選2021年夏サマー、ボリューム173号。すごいよね、セイバーとさ、全開者とさ、まあ、これから始まるトリガーでしょ。でこれが、ダイナゼロンのアニメーションのやつね。この意味深だよね、なんか継続こそ愛なりって、これはってどういう意味なんでしょうっていうこっちか、どういう意味なんでしょうって感じがします。まあね、仮面ライダーも続いてるし、ウルトラマンも55周年、すごいよね。はい、今回はまずグラビアといいますかね、奥の写真がすごいです。この絵すごいな、なんかスーパーゼンカイザーありなのかこれ。しかもウルトラマンがこの間 Z で終わりましたけども、今回のスーパー戦隊もこれ Z 着てますね。 Z、 まあ小さい子供さん向けということもあるのかもしれないけど、結構お笑いではないんだけども楽しめますよね。シリアスな部分もあるけども、こうふっと笑っちゃう部分もある。このツーカイザーなんてさ、あれだよね、ゴーカイザーだよね、本当に言えばね、ステイシーザー。このね、なんとも言えない、仮面ライダーセーバースーパーヒーロー戦記に多分出てくるんでしょうね。仮面ライダーとこのね、ゼンカイザーが合体しちゃったかなみたいな。そうだよね、ライドブックついてるけど、この色はゼンカイザーだよね、っていうキャラが出てきます。すげえ。こうやって本当に宇宙船の写真ってね、すごく綺麗なんでね、後々また写真集になったりとかするのもありますけど、見てるだけで楽しいですね。楽しいし、最近のっていうのかな、このスーパーヒーローもののコスチュームの造作というんですよね、クオリティが本当に高いこと高いことで、すごいのはこれが単にこうね、止まっている人形ではなく、実際これが動くアクションを行うスーツっていうのがさらにすごいし、でそのアクションって言えばこうね、地面に転がったりするわけですよ。でもこのコスチュームがそれにも耐えられるというのはすごいですよね。前から思ってたんですけど、やっぱりこうなんていうの、仮面ライダーとかスーパー戦隊とか東映さんが作ってるので、基本的にね、剣で戦う、いわゆる時代劇というか、チャンバラというか、その香りがすごくするので、それはそれで楽しいです。で、ここでですね、仮面ライダー50年の歴史とスーパー戦隊45作品の歩みが、ここにクロスする映画が出ます。7月22日、全国の劇場で公開、セイバー全開じゃスーパーヒーロー戦記の話題ですね。このね、謎の少年、鈴井福さんがやってる謎の少年が面白い。彼が物語の鍵を握っているんですけど、どうやらこの仮面ライダーとスーパー戦隊の生みの親なのかなという話が出ております。楽しみです。で、ここには次の仮面ライダーがどうやら登場するらしいというビジュアルが出てまして、なんだっけ、リバイスだっけ、仮面ライダーリバイス。その情報に関してはね、ここには今回の宇宙船に関しては、仮面ライダーリバイスに関する情報に関しては基本的に出ていません。でね、半分ぐらいが仮面ライダーとスーパー戦隊、ですね、セイバーとゼンカイザーと今回の映画がほとんど半分以上占めてます。すごいです。スピンオフよどんだ、楽しそうですよね。オーブ出るの違うのかオーブは出ないのか。よどんださんはね、いい感じですね。そして、ウルトラマントリガー光を継ぐ新たな伝説ということで出ています。マルチタイプ、パワータイプ、スカイタイプ、真中健吾役という方ですね。で、ガッツセレクトのメンバー、それとランス・デッセイゴっていうね、母船、それからガッツファルコン。すごいね、これなんていうの、下半身が半分回るんだよね、変形します。すごいです。で、面白いなと思ったのがユザレさんが出てきますね、導きますね。それから闇の巨人、カミーラではなくカルミラとかね、この3人が出てきます。でね、ウルトラマントリガーがね、どうもね、結構やっぱこれもお笑いっていうか、まあ主人公がね、スマイルなんて言ってますけども、あれで、ちょっとお笑い、コメディ要素が結構入ってるのかなっていうのがもうこの時点でしてます。
実際ね、始まるとどうなるのかなって楽しみですね。どうなんだろう、ウルトラマントリガーってティガなんだけど、ここがティガだけで終わるのか、もしかしたらダイナとかガイアの要素が入ってくるのかはちょっとわかんないですが、楽しみです。あ、それからウルトラマントリガーのいわゆるグッズ、おもちゃ情報、もうオカグリラっていうのはなんともですね。後半、スーツアクターさんの方を紹介してきますね。あ、ダイナゼノン、あ、すごい、宇宙船別冊 SSSS ダイナゼノン2021年発売決定。ダイナゼノンはね、怪獣っていうんですけど、見た目ロボット感すごいですよね。あ、また別の特撮ものもあります。最近岩船山の写真が多い。それからスーパー戦闘純烈じゃありますね。これ小林幸子さんラスボスで登場ってことです。ゴジラシンギラポイント出てます。あ、これ面白いな。ゴジラシンギラポイント高橋監督インタビューです。どのようにしてゴジラは生まれたのかっていう文章面白いですね。それから、著作パラヒーローガンディーン、これもちゃんと情報として出ています。 NHK がね、作ってる放送している、車椅子なんでね、ヒーローになります。これすごいのはね、ロボットとかそういういわゆるメタル感ではなくて、もちろん、ね、この車椅子がかっこよくなるんですけど、ちょっと生物学的な植物的な変身シーンがあるので、そこがねちょっと新しいヒーロー感がありますね。それから海外の新作映画コレクションですね。スーサイドスクワット、フリー以外もなんかね、 CM 見てると、予告編見てると面白そうですよね。銅山大噴火、これもねちょっと気になる、いわゆるディザスター映画、災害映画ですね。火山が噴火します。それから、これはビデオか、ジャスティスヒーロー、あ、メタルヒーローも、あ、この美女と怪獣もいいな。多分特撮じゃない、アニメ特撮アーカイブ機構さんが多分持っていらっしゃるものだと思いますが、原口智夫の夢のかけら第49回コンクルーダー、これマイティジャックに出てくるんですが、ウルトラマンメビウスにも出てくるコンクルーダーが結構かっこいいですやっぱり。というわけで抽選しまいました。かなり面白いですこれって。まあムックなんでね、年4回かな出るんですけど、次は10月1日号ですね。抽選ボリューム174は2021年10月1日発売予定で、次は10月1日に出ます。抽選やっぱりこう特撮系の雑誌ではまずこれを押さえてくるのが必要でかなという気がします。おすすめです。やっぱりここに来てね、このスーパーヒーローもの結構面白くなってきた、まあスーパーヒーローものはね面白くなってきてるので、特に2021年はこの系統の当たり年のような年になっておりますので、結構楽しく過ごしております。コピージャパンムック抽選おすすめです。